トーマス・ローレンスによる肖像が1806年以降、第3代ハードウィッカ伯爵フィリップ・ヨークはイギリスの貴族、政治家、庶民院議員、アイルランド総督を歴任した、チャールズ・ヨーク閣下と一人目の妻キャサリーン、ウィリアム・フリーマンの娘の息子として1757年5月31日に生まれた。 1770年から1771年までハーロー校で教育を受けた後、1774年4月15日にケンブリッジ大学クイーンズカレッジに入学、1776年に MA の学位を習得した。1777年から1779年までグランドツアーに出てオランダ、ドイツ、イタリア、スイスを旅した。 1780年イギリス総選挙で、おじ、フィリップの指示を受けて、ケンブリッジシャー選挙区から出馬した。ケンブリッジシャーでは、ヨーク家とマナーズ家が大きな勢力を有したが、前回の総選挙では、両家ともに立候補者がおらず、代わりに第四代順段シャクサージョン・ハインド・コットンと、初代順段シャクサーサンプソン・ギレオンを支持した。1780年の総選挙では、 ヨーク家もマナーズ家も立候補者を出したため、コットンとギデオンは議席を譲ることが期待されたが、ギデオンは勢力が両家に及ばなかったにもかかわらず、金に物を言わせて選挙戦に挑んだ。選挙戦が不可避になったため、保険としてヨーク家が一議席を掌握しているライゲート選挙区でも立候補することが検討されたが、ヨークはこれを辞退した。英国議会誌によれば、 ロバート・マナーズ教が野党の支持する候補で、ヨークとギデオンが与党の支持する候補だったが、ヨーク家とマナーズ家がそれまで選挙協力していたこともあり、ハードウィック伯爵はマナーズからの票を失うことを恐れてギデオンを支持しなかった。結果は1日目の投票が終わった時点で、ギデオンの劣勢が明らかになり、ギデオンが敗北を認めて、マナーズとヨークが当選した。 三人は選挙戦に合計で5万ポンド以上を費やしたとされる。議会では1780年イギリス庶民委員議長選挙で与党側の候補、チャールズ・ウル・フランコーン・オンウォールを支持し、1782年5月にショーピットの選挙改革委員会設立同義への反対演説をして、国が改革を発さず、自身を支持した有権者も、 現行の代表制度に感情を害されたとは考えていないと述べた。1783年2月にケンブリッジからの選挙改革請願を提出したが、請願の指示演説は拒否、同年5月にも選挙改革に反対票を投じた。シェルバーン伯爵内閣期では、首相シェルバーン伯爵が、洋区家を取り込もうとしたが、実質的な感触は与えなかったため、未 ハードウィック伯爵は内閣から距離を置いた。しかし、ヨークはアメリカ独立戦争の予備講和条約をめぐる採決で内閣を支持して賛成票を投じ、貴族院で反対票を投じたハードウィック伯爵から非難された。4月に成立したホックスノース連立内閣では、ポートランド公爵が名目上の首相を務め、2代ハードウィック伯爵はヨークに、 内閣支持を呼びかけたが、ヨークは内閣の方針を支持できないとして拒否、同年末にチャールズ・ジェームズ・フォックスが提出した東インド法案も批判した。この時期の手紙では、ヨークのフォックスへの憲悪が明らかであり、1783年12月23日付の手紙では、庶民院での議席は、フォックス氏の残りの人生における、 最高の感触になるだろうとの皮肉を述べ、1784年1月末の手紙では、国中のジェントルマンが団結して、ホックス氏を排除することを心から願うと綴るに至った。このように、ショーピット支持の立場だったため、ピット派有利の1784年、イギリス総選挙では難なく再選、以降庶民員を離れるまで第一次ショーピット内閣を支持した。 国境記者の審査法からの救済を指示して、1787年2月に、請願を提出して、賛成演説をしたが、選挙改革には引き続き反対。1785年4月にも、ショーピットの選挙改革案に反対した。1790年5月16日に、オジ・フィリップが死去すると、ハードウィック白爵位を継承した。貴族院への移籍に伴う、 補欠選挙では、イボテー、チャールズ・フィリップを支持する予定だったが、直後に議会が解散されたため、補欠選挙は行われず、チャールズ・フィリップは6月の総選挙で当選した。7月3日、父の公認として、ケンブリッジシャー党官に任命され、1834年に死去するまで務めた。11月25日、王立協会フェローに選出された。 1791年4月7日、ロンドン高校協会フェローに選出された。1801年3月17日に、アイルランド総督と、数密顧問官に任命され、5月25日に、ダブリンに到着した。1800年合同法により、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立した後の初代アイルランド総督であり、 その権限の範囲と前言者のコーンウォリス公爵が残した負の遺産が課題になった。アイルランド最高司令官にはサー・ウィリアム・メドーズが任命されたが、メドーズが受けた指示はハードウィック伯爵に打診せずに行動できることを暗示するものであり、内務大臣の第三代スタンマーのペラム男爵トマス・ペラムもアイルランドにおける政府公演の権限が アイルランド総督から自身に移るべきであると考えてハードウィック伯爵と衝突した。1804年にジョン・フォスターがアイルランド財務大臣に任命されるとフォスターも財務大臣としての権限を利用して総督のアイルランド歳入部門における決定権を削ろうとした。内務大臣の問題はペラムが1803年8月に辞任して ハードウィック伯爵の異母帝、チャールズ・フィリップが公認になったことでいくらか解消されたものの、前任者のコーン・ウォリス公爵は合同法を可決させるにあたり多くの政治的な債務を残したため、官職には合同法の支持者を任命する必要があり、ハードウィック伯爵が自由に選ぶことはできなかった。1803年11月25日、ガーター勲章を授与された。 カトリック解放を支持したが、総督としては、カトリック解放問題の議論を防ぐことが、職務の一環であると考え、カトリック教徒にも政府公演を与える融和政策を取った。ロバート・エメットが起こした1803年、アイルランド反乱では反乱の計画に気づかないという、失態を起こし、エメットの裁判を長引かせて、政府側の宣伝として利用しようとしたが、かえって、 ウィリアム・コベットにより無感覚な政権というイメージを植え付けられ失敗した。1805年6月、ホスターが再入委員会から完全委員会を分離する法案を提出するが、ハードウィック伯爵は財務省の権限が拡大することに不満を感じて反対。これを受けて首相ショーピットは法案審議を主体させた。ホスターが辞任をもって応じると、 ショーピットはフォスターを説得しようとしたが、ハードウィック伯爵は態度をさらに降下させ、フォスターとの妥協がなされた場合は、自身が辞任するとした。そして、1805年10月に、ハードウィック伯爵を解任して、フォスターを復帰させることが決定され、ハードウィック伯爵は1806年3月にアイルランドを離れた。1802年から1834年まで、 大英博物館理事を務めた。1806年から1834年まで、ケンブリッジ大学総長補佐を務め、1811年に LLD の名誉学位を授与された。貴族院では引き続きカトリック解放を支持1829年カトリック神徒救済法に賛成票を投じたほか、1831年から1832年にかけての 第一回選挙法改正も支持した。1834年11月18日に死去、ウィンポールで埋葬された。息子二人に先立たれており、借位は、イボテー、ジョセフ・シドニーの息子、チャールズ・フィリップが継承した。1782年7月24日、エリザベス・リンジーと結婚、5男4女を設けた。ありがとうございます。